ちは、ふみです。今日は念願のナイト様と一緒に、ボルボナイト様と一緒に、湯河原にドライブします。私が乳がんっていうのが発覚して以来、ずっと体のメンテナンスをするのに美和音灸をずっと続けてきたんですけれども、私の大先生と一緒に、さらに大先生がいる湯河原の本部に、今日は実際に初めて行ってみようと思います。いやー、楽しみですね。紅葉の中ドライブしたいと思います。関越道上り高坂サービスエリアにはドッグランがあります。おお、やったね、マナー。おお、旅の途中にありがたい、待って待って待って、よし、優しくね、優しくご挨拶してね。そっとね。県民にはもうこれはたまりませんよ。ど真ん中、小田原継道路すごいですね。おお、もうやっぱり雪かぶってます ね。本当。いやー、美しい。ちょっと霞んでるけど。ちょっと霞んでるけど。最高でーす。最高。ありがとうございます。ありがとうございます。熱海の海だ。嬉しい。山深い雪国から来てますからね、我々。すごいですね、このサーファー。なんだこの上り坂。登るんかな、本当に。やだ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 、なんか怖い。恐ろしい。そのまま行ってください。で、道なりにこの階段も恐ろしいことになってるな。この街は絶対に自転車乗れませんね。はい、うわー、ちょっと歩くのもやばいですよ。